違うんだよ。はい、皆さんこんにちは。ダイワークスの橋本です。今回はバサオールスタークラシック、2019年のやつかな。まあ延期で3月に開催されたんですけど、その時のプラの状況から本戦のパターンっていうのをご説明したいと思います。今回のプラは、ダイワワークスが一丸となって、僕の手伝いをしてくれたんだけど、佐々木克也、あとは島吾プロっていうところでね、練習付き合ってもらったんだけど、琵琶湖ガイドの島吾プロは撮影も兼ねて、今回のプラの様子をカメラマン兼プラパートナーとして乗ってもらったんだけど、全然撮れてなくて、今回の動画の実況風景ってすごい少ないんだけど、これ少ないのは島吾プロのせいということでごめんなさい。プラは10日間ぐらいかな、練習してで、霞ヶ浦水系全域 OK なんで、利根川、霞ヶ浦本湖、北浦、七坂浦とかね、すごい日数をかけないと、全体が見えないというところでそれだけの日数を取りました。で利根川が1日半かな、で霞ヶ浦本湖に4日間ぐらい、あとは他の水域というか北浦だったり那坂浦だったりっていうのを、見ながら、残りの1日2日は全体のすり合わせっていうところで、時間をとって練習しました。今日も元気ですね、高橋さん。バッチリじゃないですか、もう。まさかの繰り越しになりかけたよ。ありがとうございます。今日もハイテンションですね、高橋さん。あれ、あとプラ何日でしたっけ？あれ、今日？明日？いや、俺住んでるか。住んでんすか？プラとか別に関係ないみたいな。これダイワの。それあったかいですよね、でも。それあったかいですよね。そんな耳遠くなるならつけないでください。あったかいですよね。ただの難聴。行きましょう。じゃあお願いします。あれ、これよろこしがでしたっけ？よろこし猫。よろこし猫。プレッシャー上がってってんだろうな、午後。ね。思わない。いやでも試合取率さらに上がるんじゃないですか、これ。魚濃いんですか、ここ？濃い。濃いけどプレッシャーも高い。ちょっとカメラの前で1本撮っときます？そんな即答で答えなくてもいいじゃないですか。ロックマンチャレンジ。こんなん釣れないの。ロックは不可能しかない。不可能しかない。長谷川浩二と。ジコさんで。そんなに遅くないですよ。そんなに。はい、バラ釣れるイメージありますけどね。バラしたら嫌なんですえどういうことですか。うまいこと言ったねバラにかけてないですか、それ。いやバラすから嫌なんです。バラすからで、まあバスを釣るためのパターンっていうのが2つあって、もともとバスがそこにいるであろうっていうパターン、まあ、ドックの壁であったり、まあ、小田であったりと、確実にバスがいる場所からバスを釣る、まあ、ライトリグであったりダウンショットであったりクワセの釣りっていうのが一つのパターンで、フィーディングの釣りですね。まあワカサギであったり白を追ってるバスを、風を見たりその日の状況を見て、でハードルワーでタイミングを合わせて釣っていくっていう2つのパターンで、まあ、プラを詰めました。でまずまあバサクラですからね、勝ちしか価値がないっていうところでは、まあ後者そのワカサギだりシラウオっていうフィーディングにの状態に入ってるバスを釣るっていうのを、プラはしっかり詰めて、まあ、本戦もそれでチャレンジしたっていうことですかね。イエイイエイ、もう掴んだよ。掴んだと思わないいい感じですね。これ何連発なんだよね。連発ですね。1匹鈴木2匹に鈴木さん2匹、この佐藤さん2匹よし、いやもう OK かな。だいぶいい感じに3日前だけど仕上がってきてるのかな。この調子で行きたいですね。まあ、みんなには釣れてないって感じでプラで、フィーディングのバスを釣るときに使ったタックルですよね。まあ詰めてたパターンっていうのが、一つはスティーズスピナーベイト、まあ、春のスピナーベイトですからね、まあ、鉄板、僕の中では鉄板になるわけですね。まあ、風下のエリアで、まあ、バスがフィーディングに入るような場所で使う、まあ、シラウオであったり、まあ、ワカサギっていうのが湧いてると、まあ、いろんな魚種、ナマズであったりスズキであったりっていうのが釣れるし、あとは鳥、まあワカサギ、アオサギ、シロサギ、あとカモメとか、そういう鳥がこうその魚を狙って飛んでるんですけど、まあ、そういうのを見ながら風下のエリアをスピナーベイトで巻いて、まあ、ポンポン釣れるわけじゃないんですけど、まあ、しっかり投げ続けてると、まあ、すごいコンディションのいいお腹がボテッとしたバスが釣れてくれるっていうところで、まあ、スティーズスピナーベイトを使いました。まあ、風があんまり強い時はね、テカンドが欲しいんで、こういうタンデム色のスピナーで、風がそんなに強くない時はダブル色を使って、まあ、いろいろ使い分けながらスピナーベイトを使いました。で、まあ、あとはワカサギ、シラウオともになんですけど、まあなんて言うんだろうな、北浦とか那坂とか海に近いエリアは今そのシラウオが多くて、あとは提出にもよるんだけど、シラウオが湧くエリアっていうのがあって、まあ、そういうところではシラウオパターンっていう釣りですね。まあ、去年も WBS の試合ですごく釣れた釣りなんだけど、ハイドロスティックの、シラウオから、まあ、透明のやつなんだけど、それ使ったジグヘッドリグであったり、あとは、まあ、こうスティーズシャットの透明のモデルあるんですけど、そそれを使って、手返しよく釣っていく釣りで、ある程度プラは固めてました。はい、で、本番なんですけどね、風がやっぱり予報通りに吹かないんでね、風を見ながら動いて本戦に挑むっていう形になったかな。でけえ。おお、それいいっすね。3連発目。ね、すごい。全部これで。チーズ佐藤。よくできねえかな。でも完璧だ。俺勝っちゃうだろう。勝っちゃいますか。あいや俺持ってねえかんな。持ってねえんだよな。よし。藤江さん、勝たんわさ。藤江探しですね。藤江探し。多分この電磁波だよ。電磁波来た。上から電磁波が。送電線ある。で、本戦なんですけど、試合は初日ね、皆さんも知ってる通り、いわゆるデコゼロだったんですけど、正直当たりもない状態で、朝一好きなエリアに行けなくて、で風が吹くまでちょっとこうエリアを、取り見ながら動いてたんですけど、吹き出したら風が強くなりすぎちゃって、自分の思うエリアにその鳥が来てくれない、要はベイトが湧かない状態になって、どんどんこうリズムが崩れていって、結局ノーバイトで一日が終わってしまったと。で、本来うまく噛み合うとね、3匹なんて春なんてだったら簡単に釣れてしまう。ただ逆に言うと外し出すと釣れないっていう、その釣れない方のリズムにはまっちゃって、すごい悔しい一日でしたね。完全に自分のこうエリア選択ミスっていうところで初日は終わってしまったかなと、そんな感じです。2日目はね、ここはやっぱり馬桜だからね、見せなきゃいけないっていうところで、本湖の東浦って結構遠いエリアなんだけど、予報ではだいぶ、帰着時が荒れるっていう予報が出てて、行くのは冒険に近かったんですけど、練習でもワカサギのパターン、ちょっと水深があるハードボトムとか、あとは風が吹いたらリップラップにワカサギを追ってるバスが、フィーディングに入ってくれるっていうのは見つけてたんで、リスクはあったんですけど勝負しなくちゃいけないから、そのエリアに朝一から飛びました。で、朝そうですね、開始数ともしないうちから結果はすぐ返ってきて、水深のある半分みたいなところ、岩にワカサギを狙ってるバスが、隠れてる状態、風がないんで隠れてる状態なんで、こういうワカサギカラーのシャットプラグを使って岩に当てすぎないみたいな感じ、岩にちょっとだけ当ててリアクションで釣る。ただリアクションって言っても速いリアクションじゃなくて、あくまでもちょっと当てた時にこうルアーが姿勢変化を起こす時のリアクションで釣るような釣りで、これはハードルアーなんだけど手返しっていうよりかは細かく投げ続けて、そこに潜んでるバスを、一生懸命こう引っ掛けるって言い方がいいのかな、なんか無理やり口を使わせような釣りですね。でタックル、使ったタックルが、スティールのライトニング2ローモディラスの、モデルなんですけど、それと、新しく出たスティールや、これで本当にキャストもすごい気持ちよく決まるし、感度もいいロットなんでね、その岩に当てる感じ、当て感がすごい重要な釣りなんだけど、バッチリ操作できたり、そのおかげで2匹、キロオーバー1200ぐらいかな、1200って40センチちょっとぐらいのやつなんだけど、それを2匹もう糸も簡単に釣ることができて、気持ちの余裕もできたし、なんか逆転に向けて自分のリズムに乗れたんで、もう2匹だったんだけど風が吹く予報も分かってたし、吹いたら勝負に行こうと思って、その場面は、だから風が吹くまで待って、吹いたら次は自分の得意なスピナーベイトの釣りに、変えました、はい。まあ風が吹き出してもう待ちに待った南風なんだけどね、東浦南風、まあ北風でも風向きっていうよりかは、まあ、風が吹くことが重要なんでね、まあ当たってるリップラップであったり岩盤であったりっていうところを、まあ、得意のスティールスピナーベイトを使って、もうとにかくこの釣りに関しては丁寧に投げまくる、雑じゃやっぱり食わないんでね、丁寧に投げまくるっていうところで投げまくりました。でもともと得意の釣りでもあるし、まあ、霞水系ねそんなに魚が多いところじゃないんで10頭20頭じゃやっぱり釣れないんですよ。もう100頭200頭っていうのを続ければ必ず基本の釣りなんで、まあ、結果が出てくる。で自分の狙った、まあ、石積みだったのかな、石積みの先端ってもう基本中の基本なんだけど、そこで1500近い、まあ、45センチぐらいの丸々太ったバスがバイトしてくれて、もう焦ってねぶち抜きましたけどね。でそれで3本揃えてっていうところで、もう気持ちの中ではもう入れ替えるっていうよりももうやったぜみたいな感じで揃えて、であとはまあ予報がねちょっと風がやばかったんで、もうその3本揃えた段階でまあ危なくなっちゃうんでね、帰るのが帰着っていうところに、まあ、舵切ってで帰りました、はい。さあ、こちら並木選手の弟みたいな感じだとは思いますが、壇上からはい、まあそんな感じでプラからの流れをまあ本番うまくこうエリアを新しく合わせていって、スティーズスピナーベイト、スティーズシャット、ハイドロスティックの白魚カラーっていうところをうまく使いながら、まあ、2日目なんとか結果を出すことができて、まあ初日ビリだよね、ゼロだからビリなんだけど、まあなんとか5位、もうそこが目いっぱいだったですかね。まあまくることができて、すごくある意味自分らしい初日で、こう2日目1番だったんだよね。実際はトップ8出すことができて5位入賞っていう形になりました。まあやっぱりねスティーズスピナーベイト、ルアーも含めてタックルとそのバランス、あとはそのエリア選択とかね、全てこう噛み合うと、まあ、霞水系で一番いい釣りができるっていうところを証明できたんじゃないかなと思います。まあ練習からね台湾のメンバーにも手伝ってもらったし、まあ、この道具に関しても完璧な体勢で試合に挑ませてくれた、まあ、台湾ワックス、まあ、すごく気持ちいい試合ができたかなと。優勝できなかったのは残念ですけどね、またそれは次回の課題として、まあ、取っとこうかなと思います。そんな感じで、試合は戦いました。はい、ありがとうございました。おまけ取りますいやさ、島子がさ釣りばっかして全然撮んねえのよ、動画撮らなくていいのって言ってんのにもう釣りばっかしてんのまあおかげでね、おかげですごく、まあ、見つけられることができたっていうのもあるんだけど、もう全然仕事してないからあいつは最初からのリズムに乗んないとダメね、ダメだから俺の場合最初の1時間で釣らないとやばいやばいかなっていうのを今回痛感したい。次回に向けて決めテレビやってくださいよ。何がいつもサングラスあるしいらないでしょ、いらないでしょ、それはほらなんで持ってくんのよもし出れた時だってさ、これさいい、はい、分かるよ多分ねね見た人分かると思う。次回また決意表明、必ず勝ちますお疲れ様でしたー。はい、お疲れ様ー。俺の名前知らぬもんだな。おいでおいでだんだに。知らぬ旦那だよ。俺の名前は違うお旦那。おいで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 バス連れといで違う旦那。上海のね違う旦那。